香川照之。香川照之は日本の俳優、歌舞伎役者である。1965年に東京都に生まれた。東京大学文学部社会心理学科を卒業する。1989年 NHK 大河ドラマ春日の局での小早川秀秋役で俳優デビューを果たす。2000年チャン・ウェン監督の映画鬼が来たへの出演で徐々に知名度が高まった。さらに2002年 NHK 大河ドラマ利家と松加賀百万石物語で演じた豊臣秀吉役で一般的にもその存在が広く知られるようになった。2009年南京事件を題材にしたジョン・ラーベ南京のシンドラーに昭和天皇の叔父浅香宮康彦王役で出演。ラーベ平和賞の第1回受賞者にも選ばれた。香川照之は実力派であり、人格的な魅力や包容力も持っている。